ではなぜ己の中にある力を使おうとしない。行動を起こすときには危険がつきものね。死なないように気をつけなさい。
今お飲み物を持ってきますから。しかしこれまた朝からすごいな。いいんじゃねえの、うまいものはありがたくいただく、これ基本。これはまた随分とまあ初々しいな。おい、お前顔が笑ってるぞ。説得力ゼロ。大人の階段を上がっていくなぁなんて、お姉さんとしては嬉しいような寂しいような、複雑だね。またまたとぼけちゃってさ。え、なに、鬼崎君と後利先輩どっちが本命なのですか。みんなに見られてたよ。しかも3人とも疲れた顔してさ。ズバリ、私は昨日の夜3人の間に何かがあったと推測します。詳細にご説明いたしましょうか。説明してください。まあね、そういうことなら私の遊びの誘いも断らざるを得ないよね。今日も予定あるんでしょ。私にもあったな、そんな頃が。
てもあの頃は戻ってこない。グッバイブルースプリング。いや、こんにちは。おじさんだよ。まあそんなところにぼーっと突っ立ってないで、少し落ち着いたらどうかな。どういう了見だお前。まあまあそんな怖い顔をしないで、これからは公式に味方だ。仲良くやろうじゃないか。正体も明かさないようなうさんくさい野郎を仲間にしようとは思えねえよ。誰の許可をもらってそんなことのたまってるんだ。私の許可よ。下がりなさい、真宙。彼は国の人間です。鬼切丸の封印維持のため、私は国の力を借りることにしました。天薬寮の力をね。ちょっと待ってくれ、話が違うぞ。状況は常に流動します。
残る封印は二つ。それらが破られれば、鬼切丸は再びこの世に顕現する。それは絶対に防がなければいけない。伝訳領というのは、何百年も前から神と人、神と神の間を調停管理してきた国の機関。我々を味方につけておくことは、君たちにとってマイナスじゃないと思うんだがね。ここは不干渉地帯だからな。基本的に我々は手を出せないところなんだが、しかしまあ、鬼切丸の管理は世界の危機管理とイコールだ。状況がまずくなれば国、いや、伝訳料も動かざるを得ない。つまりまあ、そういうことかな。むしろ我々が出てきたことを恥じてほしいもんだな。今までロゴスを退けてきた守護ゴケが、なんで今回に限って。納得しづらいっすね、こいつは。妙に表面とは別のことを考えていそうな顔をしている。それはお互い様だろ。ここにいる誰もが秘密を持ち、確信は闇の中。いずれにせよ、私たちは国の力に頼らざるを得ません。あなたたちが思っている以上に状況は悪くなっているの。このまま行けば、少なくとも確実に守護ゴケは全員殺されるだろうね。状況は極めて悪いが、僕はまだ何とかなると思っている。特に君が、玉依姫がいる限り、切り札はこちらにある。
まったく情けないな。ああ、通訳するとだな。情けないだとか無力だとか、そんなことで悩んでるのが情けないって、そういうことだな。俺もタクマに賛成だ。お前には落ち込んでるのは似合わねえよ。強くなれる。希望を持てって言ったのはお前だろう。その言葉、お前が一番必要としているんじゃないか。蔵に、わからないことは調べる。情報が必要。これも誰かさんが言ってたよな。ここは苦手なんだよ。本持ち出して外で調べる。やっぱり俺にはちょっと難しいな、ここの本は。ああ、これか？いや、読んでねえよ。ああ、あれはお前に提案したんであって、俺が調べるとは一言も言ってねえだろ。俺はあの蔵にあるような内容は全部知ってんだ。教えてもらった馬場様に小さい頃な。
行こうぜ。そろそろ飯の時間だろ。ミツルの料理はうまいからな。楽しみなもんだ。面白いかどうかはわからねえけどな。昔からああやって空に光ってるってのは不思議なもんだなと思ってよ。月から見たら俺らの一生なんてのも瞬きの間ぐらいのちっぽけなもんなんだろうな。どこかに行けなんてよ。俺は一言も言ってないはずだけどな。ていうかよ、なんで俺らは今でしかも並んで突っ立ってるんだ。まあこれなら文句ないだろう。
そういえばな、俺はさ、小さい頃宇宙飛行士になりたいって思ってたな。あの綺麗に光る月はきっと天国みたいな場所だろうってよ。ロケットで遥か遠く月まで飛んでいく、そういう風にさ。お、なんだその言い方。いいだろう、子供だったんだから。お前の夢はじゃあ何なんだ。お前がさ、突然いろんなこと言われて、いろんなもの背負わされて泣きたい気持ちなんだって俺は知ってる。辛いだろうと思う。俺がそばにいてやるよ。俺がそばにいられる間はお前のことを守ってやれるから。
それは俺が最後に食べようと思ってたんだぞ。たくまのやつにすればいいだろうよ。おい、そんな目で俺の弁当を見てやがったのか。まあうまいからな。悔しかったらお前もこれぐらいになってみろ。作らない奴ほどそういうことを言うもんだ。まあなかなかうまくいっているようだな。ですね。僕はちょっと心配してたんですけど。3人とも仲良くなってよかったなと思って。雄一先輩の発案だったんですよ。僕は心配してたんですけど。ちょっと待ってくれ。確かあれはババ様の命令って話じゃ。あれは嘘だ。なんというか、やっぱりっすね。そんなことじゃないかと思ってはいたんですよ、俺は。でもあれですよ、おかげで皆さん、ずいぶん仲良くなったみたいじゃないですか。別に、なんでもねえよ。こっち来るな。ところで、今日の予定についてですけど、確認してもいいですか？封印の見回りの件なんですけど、僕たちは5番目の封印から見に行きます。指輪の封印ですね。その後、4番目、鈴の封印の方。おとなしく留守番だ。お前を守るのも俺らの大事な仕事だからな。残念なことに。
大丈夫か？みたいだな。5番目の封印には雄一とシンジがいるはずだよな。俺たちは4番目の鈴の方に向かうが正解だ。おい、封印の様子がおかしいぞ。その様子じゃ2人とも気がついてるみたいだな。お前は平気だ。俺がいる。死神、お前の相手は俺だろなあ。愛の方は俺だ。悪いな。今回は引くわけにはいかねえよ。奪われっぱなしは性に合わない。
ます。そのこと勝手にうまそうとかほざくんじゃねえよ。お前の魂は生きることを諦めている。なら、なぜ戦う？お前は矛盾している。うるせえよ、お前は。遅いと思って来てみたら案の定か。戻れアイン、ツバイ。安心しろ、死んではいない。
あ、だからよ、言ってんだろうが、お前の相手はこの俺様だってな。行け、今のうちだ。タクマ、追え。お前もだ。ま、半分くらいはそう言うと思ってたけどな。わかった、戻れ。あの先輩を放っておくとどんどん暴走するからな。泣きそうな面して言うな、バカ。じゃ、行ってくるぞ。